はい、1244回始めます。7月12日に入ったところですね。2時半ぐらいかな、午前。何時だろう、今。2時41分ですね。はい。RKB 毎日放送からですね。はい。これ、スカートが短いのでパンツが撮影できると思ったっていうことで、わいせつ事案ですね。はい。いやー、本当にもう。福岡県、これ調べなかったな。なんて読んだろう。直方市っていうのかな。違うな、絶対違うな福岡県なんとか市の商業施設で女性の下半身を撮影したとして調理師の男が逮捕されましたと、福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは福岡県宮若市っていうのかな。いや、福岡県もいろんな市あるね。わかんないね。北九州市と博多ぐらいしかわかんないもんな、私。宮若市っていうのかな、宮川若市、市の、調理師の男、名前がまだ正枝っていうのかな、政治のせいに枝って書いてね、俊孝容疑者35歳ですと。いやいやいや、直方市、これも間違ってると思う。直方市の商業施設で、このね、福岡県宮若市の調理師の男35歳が、やらかしたと。何やらかしたか。今月10日、ね、7月10日午後6時半ごろ、イオンモール、直方っていうのかな、まあ間違ってると思います。の化粧品売り場で、22歳の女性の太ももなどを、下半身をスマートフォンで、動画機能で撮影した疑いが持たれていますよと。一緒に買い物に来ていた母親に女性が、盗撮されたかもしれないと相談。母親が少し離れたところから見張っていると、この容疑者が、正枝容疑者っていうのかな、が女性を後ろから追いかけながらスマートフォンで撮影しているのを確認したため通報しましたと。取り調べに対して、ね、この容疑者、スカートが短いのでパンツを撮影できると思ったと容疑認めてるってことで。いやー、もうほんと多いね。なんて言うんだろう、見たいんじゃないんだろうね、撮影したいんだろうね。本当に、もうこれ本当にね、女性からしたら嫌ですよね。何か記録に残っちゃうっていうのはね、その、パンツとかね、別に自分の顔写ってなくてもですよ。はい。あとこの男多分、今ね、スマホとかだとシャッター音、写真だとカシャってなるから、おそらく動画だと撮ってから、まあ、1分2分5分10分と動画撮り続ければね、音鳴らないですからね、撮ってる間は。それで動画機能で撮って、あと一枚一枚写真、ね、いいところを写真にしてみたいな感じなんでしょう。とおそらく画像にしてしようと思ってたんでしょうけど、まあ多いね。これやりだしたら多分癖になるからね、皆さんやらないように。一回やったら癖になるから。あとこのニュースで思うのが、やっぱり母親と娘ね、この連携プレイじゃないけど、うまいことやりましたね、これ。22歳の女性と、まあお母さん、そのお母さん、まあ40か45か分かんないですけど、それぐらいのお母さんがね、連携して、ね、これ、なんか LINE かなんかで、娘がお母さんに連絡したのかな、盗撮されてるかもしれないと。分かった、ちょっと周りから見てみるみたいなお母さんがね、LINE で返して、そんで見張ってたと。いや、そしてお母さんがね、あ、これ間違いないよと、この男。と思って通報して、ね、あえなく逮捕っていう形に至ってるんですけど、こうやってね、周りの方々と連携してうまいことやったんじゃないですか、この女性、22歳の女性ね。あと思うのは、なんだろうな、スカートね、女の人、そういえば最近スカート姿は見ないですよね。はい、まあ、うちまだ小さいね、女の子いますんで、まあ、平気でね、パンツとか、公園とかで、なんて言うんだろう、スカート姿とかだったら、パンツとかね、見えるような体勢で遊んだりするんですよ、滑り台とかなんとかで。それをね、もしかしたら変な輩がね、撮影してるが、撮影されてもね、やっぱ気分悪いね、そういうのはね、やっぱり。まあ、親からするとね、別に娘のね、パンツ見たからどうこうなんていうのはないんだけども、人からね、そうやって写真撮られて、それが、
ね、ネット上にあふ、ね、流されたりなんかしたらやっぱり気分悪いっていうか気持ち悪いっていうかね、うん、そこからストーカー行為みたいな始まる可能性だってあるわけでね、特定されて。そう考えるとやっぱ怖いね、うん、スカートもね履けなくなってきてるね。そう考えると女の人ね、めっきり少なくなるわけだよ。本当世の中からスカートが減ってみんなパンツ姿だよね今ね、はい、若い女性なんかね、もう変態が多いからだね、うん、本当に。ということでな、女性のファッションもそういう意味では限られてくるのかな、うん、男、変な男はねこれ見せたいがためにスカート履いてんじゃないのっていうやつもね、いると思うよきっと。私もそういうこと思った時期あるけど、これ見られたいんじゃないのみたいなね、そんなに短くしてみたいな。いやいや、女の人からしたらそうじゃないんだと、おしゃれの一環なんだと、コーディネートなんだということなんだと思うけど、ね、そういうこと言わないように、世の男性諸君ね、別に見せたいわけじゃないんですよ女性は、おそらく間違いなくということで終わります。1344回、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。